皆さんこんにちは、麻雀一番街公式アンバサダーの水原明奈です。今回は何をしますか？今回はですね、麻雀一番街にはいろんな可愛いキャラだったりかっこいいキャラだったりいろいろいるんですけど、そのキャラクターごとにそれぞれいろんなストーリーがあります。でそれは、キャラ選択画面のストーリー欄から見ることができるのですが、水原さんはもちろん見ていただいていると思うので、今回は3択形式のクイズで答えていただいて、視聴者の皆さんにキャラクターを紹介していきたいと思います。はい、どうですか、自信のほどは？ありません。ただ3択なんで、わからなくてもまあ3択を当てればいいので頑張ります。はい、好きなキャラクターというか、配信とかでも使っていただいているキャラクターとかもいると思うんですけど、はい、その子たちのストーリーだったりとかの自信は、ストーリーかどうだろう、ちょっと問題を見て、もしかしたら分かるってなるかもしれないし、全く分かんないってなるかもしれない。お気に入りのキャラとかっていらっしゃいますか？お気に入りのキャラは見た目なんですけど、オーロラちゃんが最近好きです。持ってないんですけど、持ってないんで使えないんですけど使えないんですけど、見た目がなんとなく好きです。オーロラちゃんが出たらサービス問題と、ストーリーだからな。頑張ります。はい、今回はささやかながら罰ゲームということで、なんと非常に健康にいい甘いお茶飲んでいただきたいと思いますので、はい、目の前にある5杯のうち1つがその甘いお茶なんですけど、問題を間違えるごとに1杯飲んでいただくことになっております。ぜひぜひ健康になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。1個だけ甘い、1個だけ、はい。で残り4個は何ですか？は、普通のお茶になってます。なるほどなるほど、はい、じゃあ早速やってみたいと思います。麻雀一番街、じゃあ第1問、一式整備の好きな役は何でしょう？1、鎮逸、2、大三元、3、通位層。はいはい、1、1の鎮逸。はい、大正解です、おめでとうございます。これはもう自信満々といった感じですか？はい、わかるのきた、わかるのきた。あの一式だから一色ですもんね。そうですね、お名前がね。で整備の整備、うんうん、そうですね、鎮逸の鎮と、はいはい、いや見事やった、1問目見事正解ということで、じゃあどんどんいきます。はい、第2問、五十嵐沙子の身長は何でしょう？1、141cm、 2、159cm、 3、171cm。 お答えください。まあ3ではない。ちなみにのどんなキャラかっていうのはわかります。はい、こういう違った、私も思ってたこと違った。なるほどね、ってことは1ではなさそうだから、171はワンチャンあるな。もう一つが159、はい、どっちもあるな。はい、2、もう159センチ。はい、残念、正解は3の171センチでした。高そうだった、かなりの高身長なんですね。高そうだったんだよ。お茶飲むんですね。はい、1個選ぶんですね。はい、正解ということで、どうですか、お茶の見た目的には。見た目的にはこいつが一番ヤバそうで、これ意外と普通の緑茶っぽいんですよね。なんだけど多分これは大丈夫。一番左のお茶を選びました。飲みます。はい、うん、ウーロン茶、あ、麦茶ということで、麦茶でしたね。麦茶、間違えました、はい、麦茶です。私麦茶が一番好きなんです。あ、そうです麦茶でした、セーフ。続いて第3問いきます。吹き連心のジャンプは何でしょう？1、超守備型、2、超バランス型、3、超攻撃型。お答えください。見たいです、姿を。はい、この看護師のキャラですね。超守備か、超バランスか、超攻撃ですよね。はい、はい、超攻撃型。はい、大正解です。やったすごい。いや、なんかそういう系のイメージがあったんですよね。マージャンバーサーカーという名がついておりますね。そうだそうだ、よかった。ちょっと悪そうな顔してますよね。いい子っていうよりかはちょい悪の顔をしてるじゃない、うん、そういう子は攻撃型っぽいですよね。第4問いきます。はい、夏海マリンが好きなプレゼントは何でしょう？1、ミルク、2、寿司、3、マスク。お答えください。
キャラクターにプレゼントをあげて経験値を稼ぐような。なるほどなるほど、そういうことか。でキャラクターに好きなプレゼントを送ってあげるとたくさん麻雀感が増えまして、うんうんはい、でそれが増えると新しい衣装を獲得できるようなシステムになっております。そのキャラクターごとにこのキャラクターはこれをあげるとめっちゃ伸びるみたいなのが決まってるってことですね。そうですそうです。そして好きなプレゼントをあげるといいリアクションがもらえたりだとか、うん、ミルク、寿司、マスク、はい、ミルクで。その心はなんか白いからマスクって思ったけど白いからミルクで。正解は2番の寿司です。寿司、普通普通に一番嬉しいやつだった。じゃあまたお茶。はい、そうです、ね。正解ということで。え、甘いって本当に甘いんですか？嘘で甘い。激甘ドリンクとなっています。え、本当に甘いんですか？普通は苦いっていうことじゃなくて普通に甘いだけ。普通に甘いです。じゃあそんなに怖くないのか。あとは全部普通のお茶ですもんね。はい、ってことはこれは多分一番右。これは多分普通の緑茶だと思います。これします。はい。多分普通の緑茶。普通の緑茶です緑茶も好きじゃないからこれが普通の味なのかどうかがよく分かんないけど、あ、一応嫌いな緑茶にチャレンジしていただいた。そうですそうです。あ、でも別にそんなに嫌いな緑茶濃厚というところに次、最終問題になります。はい、赤羽アテナの体重は何でしょう。1、47キロ2、57キロ3、67キロこれはさすがに1でしょう。いくら筋肉質でも57はないと思う。67はもうもちろんないと思う。ということで最終問題の正解は1の47キロでした。ちょっと選択肢がイージーでしたね。選択肢がちょっとそう、ちょっとスタイルいいですからね。それでよかったです。はい、ということで5問やっていただきましたけれども見事3問正解で健康ドリンクは回避という結果になります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。1年間アンバサダーをやっていただいてよかったです。ちなみにどれがやっぱ怪しいと思いましたか？これ回避は正解はこっちでしたね。あ、こっち。もう片方なるほど、はい、2択までは絞れてたなちなみに味見してみます。ちょっとだけやめときます。匂いがちょっと匂いの時点でちょっとやめときます。どんな匂いしますか？明らかに変なお茶の匂いがします。これ飲んじゃダメなやつ見事正解で回避されたということで、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。この他にも、ね、麻雀一番街たくさんキャラがいまして魅力を発見していただきたいと思います。プロフィール画面からチェックしていただければと思います。麻雀一番街。この動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまたね。